それにしてもケンジ君おしゃれなんだね。うん、初デートはうまくいった。先輩の助言のおかげで。それはそうと、お前その格好でデートに行くつもりなのか。はい。これじゃまずいですかね。いや、毛玉のついたダボダボのパーカーとダンロップのスニーカーって、お前戦場に木の棒を持って戦いに行くようなもんだぞ。ダボダボが流行ってるらしいんですよ。いや、お前は初めからダボダボだっただけで流行りに乗ったわけじゃねえだろ。百歩譲ってダボダボはいいとして、毛玉のついた服で出歩いているようなやつに彼女ができるわけがない。隣で歩く女性の身になってみろ。自分のためではなく相手のために服を着るんだ。すいません、僕ファッションセンスがなくて。この後買い物付き合ってくれませんか。いいよ。けどファッションセンスなんて必要ない。そうなんですか。ああ、その前にファッションについて説明しておくと、まずダボダボ、毛玉、汚い靴は NG ファッションポイントの3大要素だ。ダンロップ磨いてきます。おい、ちょっと待て。女性誌読んだことあるか。キャンキャンとかウォッチとかファミ通と V ジャンだけですね。こほにか。女性誌に出てくる男を見てみると、ほとんどが清潔感があってびっくりするほどシンプルな服装をしているんだ。まさにそれが女性の求める男性にしてほしい服装なんだよ。男性ファッション誌とかは男がかっこいいと思うファッションだから参考にならない。ただ靴だけは気を使え。靴が汚いとその時点で終わりだ。靴ですか。靴というのはその人の人となりが出る。靴の綺麗なホームレスはいないだろ。確かに言われてみれば、靴というのはシャツやズボンなどに気を使った後に力を入れる場合が多い。つまり靴が綺麗な人は心に余裕があり、靴以外の服装もしっかりと整っているってことだ。汚れたスニーカーはアウト、傷の入ったブーツはアウトだ。靴だけは厳しくお手入れしておけ。わかりました。いらっしゃいませ。基本は店員さんに頼むのがいいんだけど、できればそこそこ高いお店の方がいい。質のいい服を売っているお店の店員さんはファッションのプロだ。持ちは持ち屋、服は服屋だ。何でもおすすめして買わせようとする店員は NG だ。あと、とにかくジャストサイズを買え。シャツとズボンと、あとチャージのブーツと、あとベルトもください。合計143,455円になります。とけえ。言ったな。毛玉のついたパーカーで合コン行くよりはるかに安上がりだろ。どうですかね。いい感じだな。とりあえずチャージのブーツ代は俺が出してやるよ。その代わり毛玉のついたパーカーは二度と着ないと誓え。誓います。先輩ありがとうございます。はあ、なんかいい服着ると不思議と自信が出てきますね。気づいたか。そう、いいファッションは自信を授けてくれるんだ。ああ、あと当たり前なんだけど、俺のファッションイケてないとか絶対に言うなよ。はい。ただのナルシストだと思われるからな。ファッションっていうのは礼儀だ。どやることじゃない。一流レストランに行っていきなり料理長が、この料理めっちゃうまくないっすかって言ったらきついだろ。確かに。先輩ありがとうございます。今日の授業は終わり。また来てね。